藤浪、マウンドに横田さんの名前を刻む。本拠地でのレッドソックス戦で3点リードの7回に3番手としてマウンドに上がり、1回を1安打無失点に封じた、阪神で同僚だった横田慎太郎さんの訃報を受けての投球、マウンドに横田さんの名前を刻み、ワンを振った。藤浪はマウンドに横田さんの名前を刻み、力を振り絞った、登板があれば、彼の手向けになればと、突然すぎて今も実感がありません。一学年下の盟友、まっすぐな人間だった、屈託なく接してきてくれて、高卒の年下が少なかったので一緒にご飯食べたりしました。いろんな思い出があります。と語る。入院していたのは知らなかったです。地元、鹿児島に帰って普通に過ごしていると思っていたのですが、と肩を落とした。喪章をつけての登板を球団に申し出たが、メジャーの規定に反するとして実現せず、代わりに横田さんの名前をマウンドに刻み、投げた、最速は101マイル、約163キロ、魂の投球を天国に届けた。これは主人公。防御率下がって汚い今 8.57 だって。横田に捧げる渾身のストレート。ほんまに泣ける野球っていいな。マジで藤浪好きになった。頑張ってメジャー一の投手になってくれ。泣く。日本のテレビは大谷だけでなく、こういう姿も放送すべきだと思う。最後上を見上げるのかっこよすぎな。いいピッチングやわ。フォームが安定してきたのか、メンタルが安定してきたのかわからんけど、かなり良いと思うよ。最高点を向いて指上げてるのが泣ける。頑張れ藤浪、シーズン完走するのがまずは目標。ご視聴ありがとうございました。